アルノルトブフタールアルノルトブフタールはドイツの弁護士である。ニュルンベルク裁判の通訳であり、フランクフルトアウシュビッツ裁判の州検察官であった。アルノルトブフタールは1900年11月28日にドイツドルトムントで生まれた。母のローザはドルトムント市議会初の女性議員であり、父のフェーリックスは市内にいくつかの支店を持つコーヒー輸入。 焙煎会社を経営していた。アルノルトは、ボルン通り19番地にある両親が建てた、新しい家で育った。1918年に、私立のギムナジウムで高校までの家庭を修了した。1923年に、ハンム高等地方裁判所の研修生となり、1924年には、ドルトムント地方裁判所の裁判官となった。あとに、 年俸7800ライヒスマルクの地方、軍裁判官となった。彼は5つの言語を話した。1933年1月にナチスが権力を掌握すると、それから数ヶ月以内にユダヤ人の公務員はすべて解雇された。両親共にユダヤ人でナチスの用語で言うバルジュードであったブフタールもその一人だった。彼は強制的に休暇を取らされた上で、 同年7月7日に、プロイセン法務省から解雇された。同年9月に、妻のグレーテが辞書を生んだが、その出産費用330にライヒスマルクの、ほとんどを支払うことができなかった。1933年末に、一家はオーストリアに移住した。しかし、1938年に、ドイツがオーストリアを併合し、ユダヤ人追放の手がオーストリアにも伸びることになった。 1939年、両親は娘二人の命を救うために、キンダートランスポートで、娘たちをウィーンからイギリスへ送り出した。姉のレナーテは、後に、オーストラリアに移住した。妹のベラは、1970年代に、イギリスで、最も成功した、起業家の一人となり、1980年には、デームの称号を与えられた。アルノルト・ブフタールと、 オーストリア・クレムス生まれの妻のグレーテは別居していた。二人の不和の主な原因は、アルノルトの政治的な問題でヒユダヤ人として苦しみを受けたというグレーテの告発であった。アルノルト・ブフタールはスイスに移住し、その後イギリスに移住した。イギリスではドイツから逃れた他の成人男性と同様に敵国人とみなされた。 イギリスの移民局は彼を約2000人のユダヤ人、難民、400人のドイツ人、イタリア人捕虜と共に、1940年にオーストラリアに追放し、ニューサウスウェールズ州兵の捕虜収容所に送られた。イギリス議会での議論により、この収容所の生存者はイギリスに戻ってくることができた。1941年から彼は、イギリス軍の予備部隊に所属した。 第二次世界大戦後、ブフタールはアメリカ軍に転属し、ニュルンベルク裁判の通訳となった。その間、ナチスの人種差別用語である、パルニシャス・アンターマンス・ケントムなどの言葉をアメリカの裁判官に説明しなければならなかった。その後、アルノルト・ブフタールはドイツのオフフェンバッハに移り住み、公務員になった。1957年10月まで、 フランクフルト地方裁判所の上級検事を務めた。この職務では、ナチスの戦争犯罪者であるアドルフ・アイヒマンとその副官ヘルマンクルメイに対する継争中の事件を取り扱った。ブフタールは、ヘッセン州検事総長のフリッツ・バウアーと協力し、フランクフルト・アウシュビッツ裁判を遂行する原動力となった。ブフタールはまた、批判を受けた。1957年に、 複数の新聞に掲載され、物議を醸していた、選挙運動の広告に対して、検事としては、軽率な行動を取ったのである。その結果、ダルムシュタット高等地方裁判所の上院議長に、転任された。ブフタールは1965年8月5日に、イタリアのペーザロで死去した。ありがとうございます。